それでは囲み取材始めます。まず不正に関する質問からお願いいたします。よろしいでしょうか。ゼルビーの福島です。冬に向けた新型コロナの検査体制についてなんですが、一部冬にかけて今2万件まで増やすという報道も出ています。今日の議会でもいろいろ検査体制について質問が出るようですけれども、どのような今お考えでしょうか。インフルエンザが流行るシーズンでもありますし、インフルエンザ以外の風邪も含めて、発熱が流行るシーズンで、そこでコロナと非常に症状が似た、いわゆるインフルエンザとか風邪とかが流行るシーズンですから、検査体制は強化していきたいと思います。そういった意味から考えると、大阪でも発熱の症例とか、そういうのをいろいろ分析するとですね、この冬においては1日最大2万件の検査体制に強化していくということは、ぜひ進めていきたい、拡充したいと思います。だからそのやり方として、今詳細を詰めてます。今の保健所の仕組みの体制の中では2万件というのは到底できないと思ってますので、もちろん大阪府の行政検査、これまでの検査体制を強化するというのは重要ですが、それだけで2万件というのは無理だと思ってます。ここはやっぱり医師会の皆さんとの協議、協力関係ということも非常に重要ですし、大阪府全体でいかに増やしていくのか、そういった視点が必要だと思います。保健所も今の仕事のやり方では2万件ってなると、これ今までキャッチしてなかった無症状、それから軽症の陽性者もおそらくキャッチすることになると思うんですが、今までの保健所 の疫学調査のやり方、これも少し変えていかないと、検査体制を増やす以上ですね、保健所の今の仕事のやり方では逆にパンクするだろうと思っています。じゃあ検査を拡充しなくていいのかというと、そうではなくて、やっぱり検査は拡充しなきゃいけない、1日2万件は目指していきたいと思っています。なので保健所がいかに重症者を守るとか、そっちが保健所と必要な仕事に注力していく、第一波第二波である程度このコロナの特徴も見えてきてますから、保健所として必要な仕事に注力をしていく、もちろん人体制で増やしてますし、これからも増やしていく体制でやってます。それから大阪府が本庁機能として保健所、それぞれの保健所でやらなくてもいい部分は大阪府が吸い上げたり外注委託したりというのをやってますが、そういったこともやりながら機能として、風全体の機能としては強化していきたいと思います。ただそれだけでもやっぱり1日2万件となると、とてもじゃないけど対応しきれないということになりますので、保健所の仕事のやり方も含めて今整理をしています。ただ現実的には1日2万件の検査を大阪でできる体制をこの冬整えるということで進めていきたいと思います。ありがとうございます。ただ読売新聞の渡辺さん、関連してなんですけども、1日2万件の検査体制を出すと思うんですが、市の中で今のところ描いているなんかスケジュール感みたいなことは何かありますか。まず先ほど申し上げた通り、これはやはり地元の医師会の皆さんの協力がないとできません。つまりかかりつけ医の段階で検査ができるということにしないと、これは実質無理です。ですので、今医師会の皆さんとも話し合いをしている最中ですから、医師会の皆さんと合意ができれば、まずそこの方向性が大事で、合意ができれば合意をなんとかこの10月の上旬ぐらいにはしたいと思ってます。それを踏まえて10月の上旬から中旬ぐらいの間に、大阪府のコロナの対策本部会議をして、大阪府としての方針を決定をする。大阪府としての方針を決定すれば、あとは実務的にその段取りに入っていくということになりますから、11月ぐらいから解消するということになる。10月上旬ぐらいまでに大きな医師会も含めた調整がまず整うのか、
これの中で10月上旬中旬ぐらいの間に大阪府の方針を決定、そしてもしかかりつけ医で、そういったことができるように検査ができるようになるなれば、これは集合契約とかそういった実務的なものの手続きに進んでいきますから、まあ、集合契約をした上で指定していくのか、集合契約は医師会とすることになると思いますよ、まあ、そういった実務的な手続きを入ります、まあ、その実務的な手続きを入るときに大阪の感染症の専門家会議についてある感染症の会議がありますから、まあ、そこで、まあ、最終方針を決定する、このあたりは10月中手続きを終えて10月の、まあ、下旬とか11月上旬ぐらいからその新しい体制をスタートし始めるようにしたいと思います。でマックスとしてはやっぱり1月とかあのあたりが発熱としてシーズンとマックスになりますので、その1月とかそういった時期にはもうすでに増やすってことは一挙に増えるわけなので徐々にそう拡大していくわけなので、発熱のマックスのシーズンであることを想定した2万件ですから、ワークスのシーズンである1月、年明けぐらいに2万件の検査体制が整えれるように、そういったスケジュールで進めていきたいと思います。他にございませんか？よろしいでしょうか？それでは専務の質問される方いらっしゃいますか？はい、やはり若い世代、まあ、次の大阪を担う世代にぜひこの都構想について考えていただきたい、そういう機会にしたいと思います。都構想っていうのは今一瞬のこの政策とかそういうものではなくて、まあ、戦後ありのずっと武士の二重行政が来た、これを大改革で大阪の統治機構を変えていこうと、武士の二重行政をやめて新しい行政体を作っていこうという大改革です。でこれは今一瞬の政策ではなくて、50年後、60年、まあまあ、30年、50年、100年後を見据えたそういった大阪の大改革でもありますから、ある意味、若い世代にとってより重要な改革になると僕は思っています。もっと言えば僕の子供とか元孫の世代とか、まあ、そこまでにやっぱり影響が出る、そういった非常に重要な改革だと思っていますので、まあ、僕なんかあと何十年か生きて死ぬわけですけど、もう大阪の、まあ、未来を考えた改革がまさに大阪都構想だと思ってますので、まあ、未来を担う若者にぜひこの都構想のことを知っていただきたいと思いますし、そういった直接こう若者と意見交換することで大阪の未来、都構想という大阪の未来そのものなんだということをやっていきたい、意見交換したい、そういうふうに思います。まあ、ただ次の世代の若い世代に大阪をどうしたいかっていうのを少しでも思ってもらえるようなそういうことになればいいなと思っています。まあ、その繰り返しで大阪っていうのは成長していくんじゃないかと思っています。前回の住民投票ではその有権者でなかった人たちが大人になっていたり、18歳選挙権もありますので、若者の有権者っていうのは前回よりも増えているかなと思うんですが、賛成多数となる戦略を考える上で若者層についてはどう捉えているんでしょうか？うん、これはやはり18歳以上有権者ですし、非常に投票率がそんなに高くないのが若者の世代なんですけど、でも実はそれ若い世代こそ都構想とかそういう大阪のこうある未来を考えてもらいたいなと思ってますので、そういった観点から今回は開催をします。もちろん住民投票を僕ら可決に持っていきたいと思ってますから、若い世代にぜひ賛成を通してもらいたいなという思いはありますけど、まあそれもあるけれども、まあある意味そこの会場はちょっと学生部が仕切ってるから25歳以下で選挙権ないとも多分参加できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、選挙権はなくてもやっぱり僕は参加してもらいたいと思うし、まあ、高校生とかでそういう興味がある本当
僕一応一部かもしれないけど、ぜひその大阪の未来っていうのを大阪の若者の皆さんに考えてもらうっていうのが大阪にとって非常に重要なんじゃないかなと思ってます、うん、なので、まあ、その可決に持っていきたいという思い戦略があるのも事実ですけど、まあ、それもある意味含む形で通り越していく、それよりもっと大きな観点から僕自身は、まあ、トルコあるなしにかかわらずに、ぜひその大阪の未来を都構想として考えてもらいたいなと思います。あとは大阪市民しか投票権ないと思うんですけど、やっぱ大阪 市民じゃない若者もぜひ来てもらいたいし、やっぱ若い人が政治を動かしてこのやっぱり統治機構とかそういうのはかなり力強いところは回復できないんですけど、そういうのはなんか若いパワーで動かしていくんだっていう若者のそういう、まあ、意見交換してそういうことをしていきたいなと思います。20代の投票率は前回の住民投票で 40% ぐらいだったんですけれども、まあ、関心を高めていくために維新としてどういうことをやっていこうか。だからそういう関心を高めていくためにもこういういわゆるみんなが集まって、意見交換会をするわけですし、まあ、いわゆる今はいろんな SNS とか SNS とかいろんな若者が使う通信媒体もありますから、まあ、そういったものでどん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 ある意味拡散をして、これちゃんと大阪の未来考えようよっていう若者が一人でも増えるようにぜひしていきたいなと思います。ただこれは僕がしていきたいなというより若者の皆さんにそう思ってもらいたいなというふうに思いますね。ただ一番影響を受けるのは若者の皆さんなんです、うん、こう寿命から高度いてこう今度はもう真ん中ぐらい来てますけど、この下の方のこっち側の若い世代がやっぱりこれからの大阪を担っていくわけですし、そこからまた今後新たな今生まれてきてる赤ちゃんとかそういった世代のためにもやっぱり大阪の何ていうの積年の課題は今の時代解決して、まあ、成長する大阪を作っていこうよっていうそういうのをぜひ若い皆さんに思ってもらいたいな、そっちの影響大きいんだな、うん、と僕は思って、うん、まずはこの維新の学生を主催するのに積極的に参加してやっていきたいと思っています。毎日放送です。今週末から本校の住民説明会が始まりました。その場で使われる説明のパンフレット、なんか資料が意見が偏っているというような指摘もありますが、それはどういうふうに受け止めてらっしゃるか。まあ、意見が偏ってるとは思わないですけどね。まあ、我々は都構想を推進して進めていこうということで、これまで議論もしているし、そして、まあ、選挙でもそれをこういう形でやってきているし、ある意味役所としてはこれを推進する立場ですから、広く伝えていこうというのは当然だと思っていますし、で僕もタッチ別にそのポジションだからというわけではなくて、冷静に見たとしても、その何かすごく、なんていうのかな、いいことしか書いてないもんだとは僕は思わないと思いますけどね。非常に行政としての説明文書としては適切なものなんじゃないのかなというふうに思っています。で反対の、まあ、いろんな立場の方からのいろんな意見もあると思いますし、それは意見としてあったらいいと思うんですよ。で今参与の皆さんかな、意見されている、参与の皆さん選任者の僕ですか、うん、要は僕が市長時代に選任した方であります、うん、で、まあ、候補をいかに分かりやすくするかというので、まあ、選任させていただいたわけですけど、まあ、そこから意見が出るというのは、まあ、それはそれで意見としてはそれはいろんな意見があると思います。で最後は役所が決定する、選手が決定するという仕組みで、僕はプロセスとしてはいわゆるある意味公明正大なんじゃないかなと、いろんな意見が出た中で最終的にバディ化しているというのは僕はプロセスとして適切だと思ってますし、中身見たとしてもそんなになんかこうバラ色のことが書いてるとは僕は思わないですけどね、うんうん、それは書いてないんじゃないですか、うん、前回5年前の
民党所の時は、賛成か反対か両方の意見が書いたチラシのようなものを配ってたということですが、今回はそういうものがないというのは、どういう理由というか、どういうふうに考えていらっしゃいますか。賛成反対派さまざまな意見あると思いますけれども、この制度としてどういうものになっているのかっていうのを詳しく説明するということに終始して、そこに力を入れているということだと思います。今賛成派反対派のところでいろんな意見を出していますので、それはそれでやったらいいと思うんですけど、行政が出す文書としてはその作られた説明制度案の中身をきちんと説明するということに力を入れているということだと思います。いろんなデマなんかも出回るし、これだけはびこってるネットがはびこってるネットがこれだけ広がってる社会、いろんなデマもこうはびこる道場はたくさんあるので、確かなものを載せていくということが、あるべき姿じゃないかなと思いますけど、それを見て、今回の資料が、いろんな資料の作成過程でいろんな意見が出るっていうのは、それはあって報道もされてて、ある意味健全だと思いますけど、最後それをそういうのを経てこういうのを出すっていうのは、僕はある意味プロセスとして健全なんじゃないかと思ってます。で、中身見ても、なんかこう、ものすごく笑いのこととか書いてるとか、そういうふうには思わないですよね。最後はでもあれ大阪市が作るパンフレットになると思うんで、大阪市だったんですけど、なると思うんです。僕は今見てて、そんな違和感、笑い色の文章だとは別に全然思わないです。むしろ制度の中身を正確に伝えているんじゃないかなと思っています。他にございませんか。よろしいでしょうか。あれ前回の資料もなんか最初橋本さんのものすごい重いのやつが1ページ目に書いてなかったかな。ちょっとうろ覚えですけど、だからそれはもうその時の資料もそうだし、今回の資料もそんなに何かに偏ったりしているものではないとは思いますけどね。ただ一つ言えることは、僕も松尾さんもどこを実現するっていうのを公約に掲げて、選挙に出て進めてるわけだから、基本的に役所のスタンスとしてもそのどこそを進めるというスタンスで、ただ正確に制度内容を書くということが重要なんじゃないかなと思います。それがなんかどこそ反対派に立つだったり賛成反対とかそういう色を作るっていうのはあまりちょっと違うんじゃないかなと思うけど、役所としては進めていくというのが基本的なスタンスなんじゃないですか。でも最後決めるのは審議です、それでよろしいでしょうか。それではこれで終了させていただきます。